プロレスラーとしての引退を決意しました。ファンの皆様、本当にマスコミ関係者の皆さん、長い間本当にありがとうございます。全日本プロレスとジャンボ鶴太をですね、本当に心底から応援してくださってありがとうございます。ジャンボ鶴太が今宵26年のレスリング人生にピリオドを打ちます。昭和47年秋、ミュンヘンオリンピック日本代表の看板を引っ提げ、全日本プロレスに就職しますの名文句とともにプロレス界に身を投じたジャンボ鶴太。以来師匠ジャイアント馬場とともに世界の強豪レスラーと幾多の名勝負を繰り広げたジャンボ鶴太。昭和47年31日、全日本プロレスに就職しますと言って入ってきて、早いもので27年が経ちました。その間いろんなことがありました。ですけどファンの皆様、多大なご声援をジャンボ鶴太にもらいまして非常にありがとうございました。米国のポートランド州立大学に就任することが決まりました。ちょうど時期的にですね、ジャイアント馬場選手のちょうどご逝去ということになり、時期の延期とか中止などを考えましたが、馬場選手がいつも僕にそう言ってくれたみたいに、人生はチャレンジだと、チャンスはつかめと、その言葉を信じ今日の決断になりました。長い間本当にジャンボ鶴太全日本プロレスをご声援くださいまして、ファンの皆様ありがとうございました。私はここに言わしますけど、全日本プロレスには有望な若手がたくさんおります。三沢、川田、小橋、田上、いい選手がいっぱいいます。ですからファンの皆様、ぜひこれからも全日本プロレスに熱きご指導とご支援を切に切によろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。かつてプロレスファンにこれほどまでに親しまれ、そして愛されたテーマ曲があったでしょうか。その名も J、 そして最後の O。